以前ご紹介しましたこの広角アダプター、ご視聴コメントありがとうございました。でもこれ実は広角で撮れるってことだけがポイントじゃないんです。この上の一つを外すと、なんと接写ができるんです。 OK。 ここまで寄るの。鼻が垂れてるよ。鼻水が出てます。これだけやって鮮明に撮れてます。ではこれを持ってお外にお花を取りに行ってきます。このお花を接写で綺麗に撮っちゃいます。来た。今外しました。バーバーを撮るよ。おー、すごいよ。シーン、これはバーバーの指輪にピントが合ってる。お目バッチリです。ソニーの接写レンズを買うと数万円してしまいますが、こちらは6000円なのに広角も撮れて接写もできるんです。